起こそうぜ、リンク。待ってるぞ、ゼルダが。こんな素敵な展開が待ってくれてたのか。うわあ、美しい物語。来たな、ゼルダ、バド、ばあさん、インパだよね、このばあさん絶対。ああ、バドたちも分かってくれてるんだ、リンクが成し遂げたっていうことを。うわあ、嬉しいな。いやあ、ゼルダ、もう起きて、おお、扉が開いて、ああ、ゼルダ、うわあ、姫を迎えに行く勇者の物語だ。おはよう、ゼルダ。うわあ、めちゃくちゃ綺麗。お待たせ、ゼルダ。うわあ、うわあ、いい BGM だ。目覚めたな、ゼルダが。素晴らしい。ああ、そらずっと寝て祈ってたんだもんな。うわあ。リンク頑張ったよ。よく頑張った。ゼルダも本当によく頑張った。おはよう、リンク。うわあ。うわ、泣いてしまうわ、こんな。無理や。ああ、ああ、最高。エンディングやん、もう。いやあ、最高や。バド、よかったな、バド。よかったな、バド。ゼルダを思う気持ちは本物やからな、バドだってな。いやー、親友になったもんな、二人は。よくやったなって言ってくれてる。いや、最高や。いやー、よかったな、二人とも。みんなよかった。よかった。でもまだギラヒムを倒してない。ラスボスやっぱ、やっぱり、くそ、最後の最後はやっぱりギラヒムか。なんやその顔、どうしたんや。この愚か者同盟が、うわ、この女神の生まれ変わり俺がいただいていくぞ。口調ももう変わってんな、荒々しく。渡すと思うか、ギラヒム。いやゼルダ、触んな、ゼルダに。この小娘と共に過去へ戻り、今貴様らが亡き者にした魔王様を蘇らせてくれる。あ、散々俺の邪魔をしてくれたが、もうここまでだ、ゼルダ。リンク、かっけえ今の表情。絶対に許さない。あのな、俺の一番気持ちいい時間に水を差すな。いや、こっちのセリフ、今こっちの一番気持ちいい時間にお前がどんだけ水を差してるかわからへんのか。お前なんかと遊んでる余裕はもうねえんだよ。うわぁ、本気や。ギラヒムがもう平成を取り繕ってない。うわぁ、リンク、あぁ、バド、バド。
邪魔だ。そこをどけ。やめろ。変な髪型。やめろ。バドア。インパ様。いやもう勝手に俺あのおばあさんをインパ様扱いしてるけど、ばあさん。インパ様じゃないかもしれへんもんな。くそ。魔王様復活の可能性が消えたこんな時代に用はねえ。うわあ。過去で眠られている魔王を蘇らせてやるよ。この小娘が持つ女神の魂を使ってな。うわあ。ギラヒム。過去でギラヒムと蘇え魔王との戦いがあるってことか。おお、なんたることじゃ。この後に及んでゼルダ様がさらわれてしまうとは。良いな、リンクよ。決して過去の世界で終焉のものを復活させてはならぬ。急ぎ時の扉を開き過去へ向かうのじゃ。あの野郎を追ってくれ、リンク。ゼルダのことは頼んだぜ。任せてくれ。この三匹目の妖精、これを引っ下げて倒しに行ってみせる。ギラヒム、なんとしても止めてみせる。いやー、ギラヒムとの最終決戦か。緊張するな。インパ、ギラヒムが来たやろ、ここに。うわー、インパグリンクか。ギラヒムに不覚を取った。私のことは気にするな。早く奴を追うのだ。くそー。奴は正面の扉から出ていった。まだ間に合う。急げ。わかった。ギラヒム、最終決戦、復活なんてさせてたまるか。お、なんやこれ。うわー、飛び降りれないようになってる。走っていかなあかんってことか、あの野郎。うわー、なんか変な踊り踊ってる。さっきまで平成を取り繕ってたのに、またいつものお調子者ギラヒムに戻る。なんやねんその踊り。最後の最後にギラヒム。いやー、早く行こう。まずい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 。スケベなことする気はゼルダに。急ごう。ゼルダ頑張れ。耐えしのげゼルダ。うわー、あかん。見てることしかできひんのか。そうか、全部の道が塞がれてんのか。どんな絶大な魔力を、俺が術を完成させるまで、魔王様が復活なさるまで、あの小僧を絶対にここへ近づけるな。うわぁ、お前が一匹残らずくたばろうとそんなことは構わねえ。とにかく時間を稼げ。いいな。なんやこいつら。いや、いけるようにはなってるんか。これボコブリンか。うわぁ、最後の総力戦。うわぁ、いや、お前らに構ってる時間はない。え、これ無視していいやろ別に、ぶっちゃけの。だってただのボコブリンやもんね。言ってしまったらこんなん構う必要全くなくない。なんかキリなさそうやしな。邪魔。うおお、何、倒すまで進めへんっていう感じか。いや、こいつらだけかな。よし、全滅させたやろ。よし、開いた。なんか爆弾持ってるやつがいいな。特攻兵、特攻隊やん。えぐ。いや、こんな特攻隊みたいなことさせんの、ひどいな、ちょっとこれは。またか。爆弾を落としてるけど大丈夫か。爆弾で爆弾で爆弾で死んだぞお前らの仲間。まあいいや。あ、弓兵がいる。まあでも弓兵も無視していいやろ、ぶっちゃけ。かまってられへんわ。
やまたか。何が出る？あれお前一匹何してんねんお前。見たことない敵やったなこいつ。角笛吹きながら現れた。見たことないボコブリンがいたなさっき。角笛吹いてんのはなもう今更やからどうでもええんやけど。あ次はどんなやつが出てくる。うわお前らかよりによって。やばいゴブリンにめちゃくちゃ消耗を強いられてる。やばすぎるな。ちょっとライフが全然ない。いや虫やもう。よし来たラストギラヒム間に合ったか。終わってしまった。うわーなんかバリア張ってる。なんやそのバリア。うわーラストか。ええやろ全部倒したれ。よしギラヒムここまでや。早すぎるんだよ小僧。なめんなよ勇者を。覚悟しろ。儀式素人の前に教えてやるがこういうのは時間かかるんだよ。もう少しいい子で待ってろな。このせっかち小僧をいい加減にしろ。俺の見せ場なんだよここは。ああもういい相手をしてやる。うわゼルダを存在に扱いやがって許せへんマジで。だが今度こそ本気だ。人間相手に三度目の不覚はない。行くぞギラヒム本気の前を見せてみろ。絶対にない。本気のギラヒム。うわ特殊フィールドか。すごい魔力やギラヒム。行くぞ。だいたいお前は最初から気に食わなかった。人が優しく接してやればつけ上がりやがって。うわそれがギラヒムの姿本当の。なんかファイちゃんみたいじゃない。俺も偉大な魔王様の配下だからな。威厳は保たんといかん。だからずっと我慢してやってたよ。それをいいことにお前は調子に乗りやがって何度も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 。やっぱりファイちゃんに似てる。俺はお前のような小僧ごときにバカにされて笑ってられるほど人間が、いや剣ができてねえんだよ。剣の精霊なのかギラヒムも。また女神が作った剣がファイで、魔王が作った剣がギラヒム。お前には我ら魔族の究極処刑法無限奈落を味合わせてやる。お前はこの俺の圧倒的パワーで打ちのめされ続け、そして崖っぷちに追い詰められ下に落とされるのだ。そう地獄へ突き落としてやる。かの地で魔王様の養分となり果てろ小僧。地獄に突き落とす、どういうことや。魔族長ギラヒムファイちゃん。はいはいはい。一瞬でも気を抜けばやられてしまう。とても気がないで。はいはい。あらゆる武器は効果がないものと推測。え？あらゆる武器は効果、あ、なるほど落とすんだ。なるほどね、叩き落とすんだこうやって。なるほどなるほどなるほど、これが倒し方なんだ。とどめでい。よーし。あ、でこれを繰り返して落としていくんだ。無限地獄って言ってたもんね。よーしじゃあ行こう。殴って殴って殴って突き落としていって、回し蹴りとかしてくんの。それならえ、なにそれ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 なに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 、え、なんやって今の。
え、な、あーあーあれあれ、この隙間を殴れってこと、そういうこと、あーちょっと待って、あ、なるほど、ミスったら体を反転させられるってこと、あーちょっと待って、やめてボディーブローやめて、ちょっと待って強いな誰だ、押してあれを構えたら隙間に剣をねじ込むんだ、あー違う、むずっ、ちょっと待って、おお、まあ回し蹴り、まあちょっと回り込んでこうやって、でここよしよしよし、ここよし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 、あと1回よーし、いやまだ結構あんな先が、とどめで、よし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 、これはと何回やればいいんだ、あでも結構ダメージ入ってるっぽいな、オッケー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 、まあでも倒し方さえ分かればこれはもう簡単だ、オッケーオッケー、何回し蹴りしてんだよーし、これもまた、あーん、じゃむずいって、むずいんだわ、オッケー、とりあえず回り込む、よしよしよし、で、あーちゃっちゃっちゃ、突きを出したいんじゃないんだよな、むずいなこれな、精密な動作かな、まだジョイコンだからいいけど、これ昔の人はウィーリモコンでやってたんでしょっていう、それはやばいねマジで、よしよしよし、違う、オッケーオッケーオッケー、この角度で押し込んでいく、ここ入れる、よし、ふー、最後突き落とさないとダメなんだね、3回目違う、よーし、どう、これで、おー、いったんじゃない、これで決着、いや、まだか、ギラヒム、諦めろギラヒム、まだか、剣を、うわー、ハワイちゃん、はい、おお、若干のダメージを受けたことによりギラヒムの戦闘スタイルに変化が確認される、もっと詳しく、いやーそうか、オッケー、普通に戦えってことだ、もうよし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 、あれでも全部弾かれてる、あぶね、どうするんだこれ、お、そうだ、あの、あらゆる攻撃が通用しないっていうのは言ってたもんね、さっき、どうするんだこれは、何それ、ああそんなに追尾しない、何してんだお前、お、剣が、剣なくなった、あ、戻った、戻るんかい、なんだちょっと、剣ちょうだい、剣ちょうだい、剣くれへんな、殴りまくって剣を落とさせるしかないのか、結局いた、突きできたな、いきなり、んスカイウォード、シュールな受け方されたな、おあれはかき消せるのか、さっき剣を、あ、弾き飛ばせた、これでやっぱりか、何回もやって剣を弾き飛ばさなあかんのか、お、また弾け飛んでる、これの繰り返しなんか、でもダメージが入ってそうな様子はないよな、あ、胸のところを突くとかそういう系かな、もしかしてダメージがあまりにも入らへんと思った、剣を突き飛ばして胸を突くんか、おっ、いや、なるほど、合ってた、さあ胸のとこに穴開いてたもんな、明らかに、いった、あ、縦で弾き返してついてもいいのか、なるほどね、それは分かりやすいと、いって、スカイウォードみたいな力をお前を持ってんのか、よしよしよし、縦で弾き返してつく、
違う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 、盾が出ない。早いな攻撃が。妖精を使うことになりそうだ。よし3回目。うう、妖精使わずに行きたいな。倒し方分かったから。あー妖精、いや倒し方が分かるまでが時間かかったな。よしよしよし、よし、どうだギラヒム、ここの構造が、いやーなんかでかい剣になった。それが最終形態なのか。うわーすげえ、ファイちゃん、おお、また新たな武器の使用確認、もっと詳しく。以上か。これ盾で弾くしかない、もしかして。そうだね、盾で弾いて突くんだ。これもういって、切りまくったらあいつの武器ダメージ受けてる。なるほどなるほどなるほど、殴りまくって武器破壊するんだ。なるほど、オッケー、ギラヒム、もういいだろギラヒム。まだこっちは妖精あと2回残してんだよ。ぐー、信じられん。無限奈落を破られるとは。この俺が人間不全に何度やっても負けるだと、どうしても勝てないだと。てか、無限奈落って言うほど無限奈落感なかったぞ、ギラヒム。小僧、お前は一体。いやだが残念だったな。お前とやり合ってる間も儀式は続いていた。え、魔王様は女神の魂を吸収され、今ここに復活を遂げられる。え、魂を吸収？ゼルダ死ぬの？え、ゼルダ？うわ、え、でかい。これが本当の姿そのままなのか？こいつ。え、こんな狭いところでどうやってこいつと戦うんだ、これ。うわぁ。食いしん坊め。あ、違う。今から、ゼルダを吸収するってこと？ゼルダ！嘘でしょ？ゼルダ！ちょっと。死ぬの、ゼルダ。何してんだお前、お前らの負けだ。世界は魔族の、我がマスターのものだ。そういうことか。ファイちゃんのマスターはリンクで、ギラヒムのマスターは魔王。勇者対魔王の構図になるんだ、最後の最後に。いやすげえ。うわ、これが魔王。めちゃくちゃ強そう。
こんな姿だったんだ本当は。ご復活おめでとうございますマイマスター。うわあ、うわあ、剣を使うのか、ギラヒムという剣を。え、ギラヒム、ああ、うわ、マスターソードの対になる剣なのかな。うわ、ギラヒム幸せそうな。うわ、結構かっこいい剣だな。こいつ全身に竜の鱗みたいなのついてるぞ。うわ、マスターソード対魔王の剣、なんて名前なんだろうこれ。これもまたマスターソードなのかな、闇のマスターソードみたいな。こいつ喋れないのか、言葉は。うわー、ラスボスか。あ、喋るか。やっぱり終焉のもの、お前が女神の騎士か。そしてパイちゃん、違う、哀れな、我を滅するためとはいえ人間などになり果てたか。あの気高く凛々しかった女神ハイリアがな。何その、好きだったみたいな突然のカミングアウト。え、ゼルダ、お、バドー来たんだ過去に。バドー、かっこよすぎ。絶対キャッチしてる。そう、してないわけがないんだよ、バドが。リンク、ゼルダは無事だ。ありがとう、バド。あとはこいつをぶっ殺すだけだ。何してくれてんだ、マジで。本当に。絶対許せない、これは。おお、お前もあの人間も女神を助けようというのか？面白いな。俺の知る人間どもは一人残らず泣きわめき悲鳴を上げることしかできぬ弱き存在だったか。ああ。我との戦いでも歯向かいすらせず女神にすがりついていた人間。あの臆病者のどもの末裔がな。それから数千年経ってんだよ。ますますもって面白い。人が我に戦いを挑もうとは。いいだろう、邪魔が入らぬ場所で相手をしてやろう。その勇気があるのならばな。あるに決まってるでしょう。どんだけの戦いをくぐり抜けてきたと思ってんだ。いや、静かにうなずくリンク、かっこいいな。頼むぜリンク、ばあさんは言ってた。もしもゼルダの魂がその野郎に吸収されちまっても融合には時間がかかるってな。なるほど、だからリンク、その前におめえがそいつを倒しちまえばゼルダは生き返るんだ。きっと、きっと。そうだよバド、大丈夫だ。だから頑張れ、ゼルダを助けられるのはリンク、おめえだけだ。いやー、行こう。うわー、二人だけの決戦の地に、うわー、大気が、全身が震える。命を惜しむならば逃げ出しても構わん。我が世を支配するまでのわずかな時を人間らしく泣き暮らすがいい。だが魔族の世に抗う意があるというのなら後を追ってこい。少しであれば待っていてやろう。うわぁ、ここまで戦ってきたリンクの心意気みたいなのは汲んでくれるんだ。いやぁ、カリスマ性あんぞあいつ。これ回復してから行っていいっていうことなのかな。頼んだぜリンク、バド、任せろ。俺たちのゼルダは絶対助けてみせる。やっぱりこれ回復する時間くれるんだ。マスターリンクに報告、これより奥へ進むとかの者を倒さない限り帰還できない確率が 100%。 初めて 100% が出たねファイちゃん。準備はよろしいですか。まだだ。ああ、準備完了してくる。ちょっと回復してこよう。
その時間をくれるっぽい。